問題の X、長谷博さんでしたね。下の者に負けるかという感じですね。中村選手がですね、バチバチと蹴ったんですがそれも引かなかったのでえ、自分も入って一緒になって蹴ってもですね、周りからはですね、ちょっと反対をされていたみたいなんですけども。 船木正勝です。えー、2023年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。年が明けてで,ですね、まあ、2023年になってしまいました。今回はちょうど4日前ですね。4日、5日前ですか。5日前に行われた、元旦に行われたの、のあの武道館大会ですね。これをちょっとあの、振り返ってみたいと思います。えー、ちょうど、 大晦日ですね、31日に東京入りしました。で、あの、去年は、えー、ライ雷神ですね、大晦日雷神をですね、会場で観戦をしたんですけども、今年は、まあ、ちょっと体力がですね、あの、消耗してしまうことが分かりましたので、アベマ TV のペーパービーを買って、それでホテルで、その雷神をですね、その、観戦しました。テレビに映して、まあ、大画面で見たんですけどなんかやっぱりその、 会場で見るよりもはホテルでですねこう寝そべりながらあの見た方があの楽でですねで楽しかったですはいそして、えー、次の日ですね元旦になって、まあ、武道館大会、まあ、去年と同じなんですけども4時開始なのでまあ大体自分はその開始の2時間前にその会場に入るということでまあ虹入り なので、えー、11時にはもう食事を済ませて、それで13時半、1時半にですね、タクシーで出発しました。ちょうど12時頃にはもう会場に着いて、まあ入ってですね、あの、この日はテレビ中継のゲスト解説で、タケル選手ですね、えー、キックボクサーのタケル選手が来ると聞きましたので、まああの、久しぶりにちょっと会いたいなと思って、えぇ、ー、で、あの、なあの、武田さんにちょっとあの、予約をしてですね、 えー、のち、のちにそのあ、会えるということになって。で、ちょうどその廊下をこう歩いてたら、えー、ちょうど、えー、中村選手ですね、中村晋介選手が、あの、入場のリハーサルのためにですね、こう待機して、で、まあ、ご挨拶。で、その後自分の控室で、えー、待機をしました。えー、今回の相手は、剣道家臣選手、そして藤田和幸選手、野沢論外選手、それに、 プラス X ですね。まあ、自分はだいたいいつもそうなんですけども、自分の試合の前に行われてる試合はあ見ないですね。見ない。見てる選手もいますけども、あの自分はあの自分の前の試合はほとんどというかあの見ない。まあ自分の試合にこその集中するというあのスタイルなんですけども。 ちょうど第5試合だったので、まあ、工業のですね、真ん中あたりかなというふうに思ってました。問題の X、長谷博さんでしたね。あのー、まあ意外だったのか、えー、その音楽、入場テーマがかかったと同時にですね、お客さんが、今回は声出し禁止だったんですけども、うわーっとその歓声がですね、聞こえて、あ、これは、 すごいなと。大成功だったんじゃないかなと。久しぶりにですね、その、リングにこう出てくるということで、やっぱりその、やっぱり誰よりもですね、その主役になります、ハセさん。自、え、分、ー、ハセさんとの試合は、ちょうど数えたらですね、35年ぶりでした。なんですけども、懐かしさは全くなくてですね、なんかその、 なんか不思議と初対決のような気分になりましたねのでまあお互いその、まあ、自分は確か18だったんですけども初さは21つですかねあの多分7つぐらい違うと思いますんで、えーまあ、お互いそれから35年で、まあ、いろんなことがあって、まあ、に人間としても成長したのかある種その、えーまあ、進化して、まあ、変わった,変,わった変化して。 ということでなんとなくですけども自分の方は初対決のようなあの気分でですね、ハッさんと試合をしました。えー、頑張ってましたね、あの下の者のにその負けるかという感じで、すね中村選手がですねバチばバちチ蹴ったんですがそれも引かなかったので、まあ、そのあまりそのもうこれから先できるかどうかもわからないと思ったので。 自分も入って一緒になって蹴ってもですね多分本当に痛かったと思うんですけどもあの我慢してましたやっぱりそのプロレスラーの特有のですね張ったりですねそのお客さんの前では我慢をすると多分次の日ちょっと腕とか痛くなったんじゃないかなと思うんですけどねあの解説席にちょうどライガーさんもいてでまあそのライガーさんも あの、ま、挑発されてですね、その、上がってくる、来ないみたいな、そんな感じになったので、ま、今回の、発散の X は大成功だったんじゃないかなと思いました。え、ま、今回、プロレスをですね、その、ま、プロレスをやるということで、周りからはですね、その、ちょっと反対をされていたみたいなんですけども、覚悟を決めて、ま、武藤さんの引退にですね、その、花を添えるという形をとって、ま、何よりもですね、その、プロレスというものを、 国会議員になってもプロレスラープロレスっていうのをの大事にしているそれが伝わったのがあのすごく嬉しかったですあの後日の取材で、えーまあ、それを聞かれてですね「私は死ぬまでプロレスラーだ」というふうに言った,言ったそうです「ハ、え、ッ、ー、さん本当にありがとうございました」えー、そしてですね、まあ、無事というかまあ自分の試合が終わって、えー、ちょうど17時過ぎぐらいですかね半。 半になるかならないかぐらいだったと思うんですけども、あの6時にですね、その、たける選手が来るということで、パッとシャワー浴びて、で、会場するのを待ってました。そして6時になって、えー、到着したとのことなので、たける選手に控室に行ってですねあの、9年ぶりなんですね、あのレッスンーの時にそに、地方大会で会ったのが最後。 最後というか、最初だったんですけども、それで9年ぶりに、試合を見に行ったりとか、ツイッターでお話をしたりとかですね、そういったことあったんですけども、実際に会うのはもう9年ぶりなんですけど、なんかその、不思議とこう、9年ぶりという気がしないんですね。お互いその、やっぱりまあツイッターとかでその見てる、その活躍を見てる、知ってるからかなと思うんですけど、なんかその、 あの9年ぶりに会って、年を取ったという気もしなかったですね、やっぱりその武尊選手の自分に対する、その、なんていうんですかね、その振る舞いというか、それが昔と全く同じだったので、うん、あれから9年経って、お互い9歳、年を取ってるんですけども、全くその、当時のままというか、先月あった、それでまたあったっていう感じになってですね、ちょっとこう、びっくりしましたね。まあ、あの前回の <laughs> えっと、那須川天心戦で,です、ねあのまあ、負けて、やめるんじゃないかと思ってです,、ね、すごくあの心配してすぐにそのツイッターでそのメールをです、ね、送,ったん送ったんですけども、まあ、結果、まあや、やめなくてです、ね、よかったと本当にやめなくてよかったですってこう言ってそしたら、あの武尊選手からです、ね、あのやりたいやつがいるんで。えー もうしばらく頑張る、頑張りますという答えが返ってきましたので、あこれはなんかその,たの、楽しいな、楽しそうな試合がまた、今年ぐらいあるんじゃないかなと、ちょっと期待をしてしまいました。あの、本当に元気なで、ね、姿を見れて、あの、一安心ですね、あの、武内選手、頑張ってください。応援してます。